どうも、ポケモンマスターになるのが夢です。今回はね、ひなうずらを買ってきたので、そちらを与えていきたいと思います。結構グロいね。与える前にひなうずらを解凍していきたいと思います。めっちゃ噛んだ。1、2、3、4、5匹をあげます。ティファール。解凍するお湯の温度は50度から60度ぐらいがいいみたいです。バスキングライトとかの上でも解凍ができるみたいなんですが、中まで解凍されてるかがよくわかんないので、お湯がおすすめです。冷凍のコオロギとかはライトの上とかの方がいい気はします。あとヒナウズラをカットしたんですが、めちゃくちゃグロかったのでカットします。モザイクかけてもすんごいやばいね。これ匂いもすごかった。カルシウムパウダーをかけて、与えていきたいと思います。今更ながら作業してる場所は筋トレするあの椅子の上です。この後しっかり除菌しました。まあ、いつもねピンセットから食べてくれないナイルのケバブちゃんからあげていきます。そしたらナイルはピンセットから食べて慣れてくれますかね。ペロペロやって匂い嗅いでないから食べないっていうのは分かってますが、人気がいりますね。迎えたばっかりの時は結構ピンセットから食べてくれたんですけど、最近はもう全く食べません。いつもおきやさです。皆さんのナイルはどんな感じですか？食べてくれます？おきやさが多いのかな。もう諦めました。ダメだこりゃ。次はサバンナモニターのプリンちゃんにあげます。全く違うこの食いつき、まあ、全然慣れてはないんですけど、餌だけはこんなにガッツリ入れます。このヒナズヒャーヒャーヒャーヒナウズラをあげてみて思ったのが、なんかコオロギとかの方が食いつきはいいですね。昆虫の方が好きなのかな。全然追いかけないし、追いかけてるけど虫とかに比べたら全然追わないから、一匹一匹好みがあるのかな。食べなかったら食費すごいことになりそうだけど、今のところはしっかりお肉を食べてくれてるから安心ですね。これで本当に虫しか食べなくなったらどうしよう。
こんな可愛い顔して。虫だけだったら食費すげえぞ、本当に。このサイズのサバンナで冷凍コオロギ30匹ぐらいあげてもまだまだ食べようとしてたからすごいね。皆さんはどれぐらいの感覚で餌あげてますか？僕2日に1回か3日に1回とかであげてるんですけど、多いのか少ないのか全然体型が変わらないからいまいち分かってないんですけど、満腹しない、満腹にならない程度であげてるからそれぐらいでもいいのかなと思いながら体型を見つつあげてる感じです。まあ、今回はね、初めてヒナウズラをあげるから食べる分だけあげようかなと思ってやってますけど、いつもは冷凍コオロギとかだから少なめであげてます。まあ、今回でヒナウズラどれぐらい食べるかっていうのが分かったので、ヒナウズラと冷凍コオロギを、まあ、混ぜながらね、太らない程度に揚げていきたいと思います。なんかもう全然食わなそうなので、今回の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。